さあ、戻ってきましたか？待って、これでいけるはず。多分さ、端末が古かったんや。コラボこっちでしかできへんねや。じゃあ、なるほどね、理解。いや、大変だね、これ。じゃあ、これでいけるはず。すごいね、自分。器用に今、やっております。いったかな？見えてる？あれ？始まらんぞ。なんでよ。3時からと言ったんだが。ちょっと、でもこの見てる感じ、チカが今日やりましょうって言ってる人の配信もまだ始まってないから、多分待ってたら大丈夫かな。まあまあ気長に待ちましょう。それにしてもやっぱり画質がいいね、こっちの方が。いや、似てへんよ。だって3時になったら LINE 来たからやろうねって。ちょっとさすがに10分になってもこんかったら一旦あの連絡します。配信申請、私も申請取り消したらあかんから。え、過去にね、あ、いや、ダメダメ、言ってもバレちゃうやん、言ったら誰か。端末トラブルかな。そう、申請受ける側のね、配信がまだ始まってへんの。おい、どうなってんだ。 What's going up? うーん、始まってへん。なんでよ。説教ですな、これは。あ、すごい、今見た。推薦コメントとか書いてくれてんの、みんなが。読んでる、嬉しい。ねえ、すごい嬉しいね、これ。始まったかな。
あれ、なんで知ってんのみんな。あれ、やり始めたよ。コラボ送ってるよって申請を受けてくださいって言ってほしい、みんな。これ、ね、自分のやつでやっちゃってるから、申請を受けてって言ってくださいな。誰かランさんのコメント欄で。ちょっともうバレちゃったけど、バレちゃったん。あ、ちかこ、あんさん、ちかちゃん顔が固まっとる。あ、動いた動いた。そう、え、声、あ、ちかちゃん久しぶりです。もうめちゃくちゃね。なんかすごい子供っぽくなった。もうカチューシャですかね。え、わかんない。遅くなりました。前髪短ない。うん、ちょっとまたやらかしたんです。切りすぎた。自分で切った？うん、自分でやりました。かわいい。なんかまだ18歳ぐらいに見える。21歳です。大人になったね、ちかちゃんは。ええしね、ランさん元気ですか？めっちゃ久しぶりじゃないですか？いや、元気よ。何もしてないわ、毎日。花粉症？え、なんでわかったん？めっちゃ鼻声、ランさん。なんか今日、ゴルフのお仕事で朝。お疲れ様です。なんか、杉？ゴルフってめちゃくちゃ杉がいっぱいあんのよ。うん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 。杉に囲まれてたから、なんか今日発症した。あ、そうなの？鼻だけですか？いやもう、目はまだ平気なんだけど、鼻の中はかゆいわ、鼻水ジュルジュルだわ。くしゃみは出るわ。早え、朝何時起きですか、ゴルフ今日。いや、今日はそんな早くなかった。6時起きぐらい。あ、いや。いつも4時起きとか多いから。もう早起き慣れっこですね。そうだね。慣れたかもね、すごい。昔よく遅刻したけどね。もうしなくない。でももう、なんか目覚めそう、逆に。自然と体が。もう、もうここ、何年かは遅刻してないね。うん、まあ当たり前だけど。ね、それ何貼ってんの、後ろに。え、今日は、今日なんかちょっとエコパのライブから1年経ったんですよ、去年の。ペコパ？あ、ペコパじゃないです。エコパ。あ、エコパね。で、バレンタインデーだから、バレンタインデー配信と、そのバレンタインデーって、手分けしたんですけど、それと、あと、リーダー就任1年になったんで、それな、早くやろうと思って。よっ、リーダーで、テンション違いますか？そんなテンションじゃないですか？おめでとう！もう1年経ちましたよ、あれから。でも、チカちゃん、本当に今はね、チーム S をまとめて、頼もしい。大人になりましたね、ちかちゃん。いやいや、もうまだまだです。本当に、ランさんにはね、学んでばっかなんで、もういつもいつも。いやいや、顔洗ってますやん。いつも。思ってないですやん。いつもいつも本当、毎度ありがとうございます。いやいや、笑ってますやん。しかも目が合いませんけど。やめてくださいよ、本当に。バレンタインデーは今日は作る、うん、どこ？ん？バレンタインなんか作るんですか？いや、作る人もいないし、あげる人もいないし。あ、え、じゃ自分には？え、ちかちゃんに？うん。だって、ちかちゃんにさ、某有名なスターフックスっていうとこのさ、うん、やつ買ってあげたけど飲んだんですか？飲んだ、え、飲んで。それ飲みましたか？報告してなかった。写真撮りました。ちょっと送ります。来てないですね、まだ。だいぶ前ですよね、送ったの。でもまだ期限ありますもん。2月中旬までとかやったらギリギリで。激うまで。それがバレンタインプレゼントということで。ずる。あ、違うよ。スターバックス、あ、スターバックスって言っちゃった。スターバックスじゃなくてさ、めちゃくちゃいいとこ、リンツみたいなとこ送ったくない？ G、G、G ですよ。G。5、5。5、ゴディバの方か。え、めっちゃ美味しかったですよ。しか飲みましたもん。
でもなんか私さ、甘いものあんまり食べないからさ。ああ。ちかちゃんは結構甘いもの好きやん。甘いもの好きな人です。ね。だからまあ、こういう時もらえたら嬉しいね。確かに。かゆい。え、もうランさん、名古屋いたらちか作ってましたよ。めっちゃ。私だけ違うものだよね、当たり前に。めっちゃ本命チョコじゃないですか、それ。まあまあ。え、いいの本当に本当は、その、17日あるじゃないですか、S のリベンジ公演。ああ、ああ、17ね。あの時にもしみんな来てた、その時に作っていこうと思ってて。うんうん。出せなさそうだなと思って、ちょっとどうしようかなと思ってました。いやー、出れなくてごめんね、本当に。なかなか名古屋来ないですもんね。だしさ、今関東にいるから緊急事態宣言中でやっぱ名古屋に行くのってちょっとね、あれだなみたいなとこもあって。じゃあまた。うん。え？今度作りますね。あ、うん。楽しみにしてるんだけど、どっちかといえばラーメンとかの方がいいかな。ねえ。女子。女子ラーメン。女子を捨てたわけじゃないんだけど。ランさんはそういうイメージある？なんか、ラーメン。ラーメンのイメージめっちゃあります、でも。ラーメン好きなんだよね。でも良くないんだよ、ラーメンは。最近食べてないの？うん。私今日の昼食べた。何ラーメンですか？やっぱ喉にいいことを考えて豚骨にした。ああ、意識高い。そう、だから別にラーメンが食べたかったわけじゃなくて、喉にいいからわざわざ豚骨ラーメンを食べてあげたみたいなとこあるよね。なるほど。今日歌うんですか？この後。いえいえ、もう家にいます。ねえ、もう大好き。もう、あ、でもこの後ランニングしようかなとは思ってます。あ、じゃあもうプラマイゼロですね。そうですね、むしろ前の方ですね。はい。前。だって、ほら、食べたカロリー分消費すればいいだけでしょ、うん、まあそうですね、動いて。それ以上に消費すればもう前やん。確かに。うん。では。え、ちかちゃん。はい、何ですか？全然会ってないけどさ、なんかいいことあった？最近ですか？うん。いいことというか、これから多分、起こりそうは。へ、うん、聞いてないですよね。どこ行きました？あ、かまお天気がいいわ、今日は。鼻かんでたかと思ったな、さん。お天気がとっても良い。いや、めっちゃ暖かいですよ。春ですよ。うん。